食用ガヤツリは、かやつり草かヤツリグ草,草属の多年生植物である。栽培型には、食用ガヤツリ、雑草型には、キハマスゲの和名を当てることがある。しかし、日本には本来分布していないはずの外来種である。食用ガヤツリはヨーロッパ、北アフリカが原産である。しかし、北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの世界各地に移入し、 分布している。食用がヤツりはハマスゲよりも草丈が高く0.3メートルから1.2メートルになる。コボは高褐色で15個から30個の臨片が2列につく。地下系は白色と赤葛色の縞模様を呈している。種子だけでなく海系によっても繁殖し、1個の海系から600個の海系が生産されるほど繁殖力が強い。 地中海沿岸域や西アフリカなどで食用ガヤツりはその海景を食用にするために栽培されているのに対して多くの地域では防除の難しい雑草として問題化している。日本で食用ガヤツりは1980年頃に栃木県のナスの落農家の補助で除草剤に著しく抵抗力のあるガヤつり草類として初めて確認された。 その後も1986年に石川県で1988年に京都府で1990年に熊本県で次々と生育していることが判明した。現在は東北地方から四国、九州までの各地に分布が拡大している。なお、輸入された干し草に混入していたために移入されたと考えられている。日本では トウモロコシ畑や水田に侵入して問題を起こしている。また、病害虫の観点からも問題視されており、様々な感染症を伝播させ、日本では同じく外来種のイネミズゾウムシが本種に好んで産卵することが報告されている。このようなこともあり、日本では外来生物法により要注意外来生物に指定されている。 タイガーナッツ食用がやつりの会計は食用にできることもあり、本種と人間の関わりは非常に歴史が古い。古代エジプトでは珍重され、食後のデザートや大麦の飲料に甘みを加えるために用いられたと言われており、実際に墓から会計が発掘されている。さらに、地中海沿岸域や西アフリカなどでは会計を食用にするために今日でも栽培されており、 オルチャウタの材料とされることもある。また、近年では、タイガーナッツと呼ばれ、健康食品として注目されている。食用がや釣りにはいくつかの編集が知られている。ABCDEFG 渋谷智子、森田博彦、雑草モノグラフ、3、食用がや釣り、雑草研究第50巻第1号、2005年、30から41ページ。 ネイド1100億396万42112011年7月1日、閲覧。ABC 食用釣り国立環境研究所、新入生物、DB ハット ABC 村上交渉、和下に泉日本生態学会、外来種ハンドブック知人書館、2002年9月30日。ISBN4 から8052から 0706X。 A.B.C.D. 滝康彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社2008年4月21日 ISBN、ISBN 978から4から582542417。58岩月秀明、街でよく見かける雑草や野草が、よくわかる本集和システム、2006年11月5日。 ISBN4 から798014850。種生物学会。外来生物の生態学進化する脅威とその対策。文一総合出版。2010年3月31日。ISBN978 から4から829910801。前田厚子がハマる。タイガーナッツって食べても太りにくい優秀フード。モデルプレス。 2016年6月9日閲覧、ありがとうございます。